結局ね、アリソン先生は見れてないんだけど、なんかね、尾がスパークしてね、すごいあの光って、なんかすごい新しいよ、うん、つい最近ちょっとね、その話はね、また後でもしかできたら読むけどね、うん、あのまあだからアリソン先生もだんだんと遠ざかってるんですけども、あ、まあ、見っちゃったの、まだ見れるね、全然ね、無双環境だったら全然できたし、2月でもギリギリかな、2月中はまだ OK ってことですけど、そんな長いです、まあ、長いんですよ、要するにいい位置にいるからね、うん、だからものすごく明るい時から過ぎたんだけどっていう感じですよね。それでもね、それ以上にもっと面白いのがありましたね、7万年前に大接近、オルトーンまで迫った、シュルツ星っていうあのお話があります、はい、これはね、俺としてはすごくツボに入っちゃった面白い話なんで、で文章を読みながらだと面倒くさいから、はい、あのお話だけでいきましょうね、うんうん、とにかくシュルツ星というすごい変な星がありました、そのお話今はちょっと遠く離れちゃってますけどね、はい、それでは皆さんと一緒に星空の招待席です、よろしくお願いします、はい、はいどうも、はい、ってわけで、はい、何かっていうとさ、地球っていうのは惑星っていうね、要するに岩石でできてる星です、はい、うん、もあ水もあるよね、うん、木星っていうのはみゆちゃんもしてるけど、木星とか土星、天王星から液体なんだよ、それで、まあ、簡単に言うと水素とかヘリウムとかアンモニアとかよくわかんないけど、ああいう丸い形にいるんだ ね、そう、もちろん重力が真ん中に集まるから丸くなるんだね、丸いんだ、丸くなります、はい、でそれがそういう惑星なんだ、で太陽はっていうと、まあ、原子力核融合反応という四つで、まあ、なんだろう、原子炉みたいなもんで、もっとすごいやつだな、うん、それで燃えてると、ね、うん、でもう今から50億年ぐらい前にできたと言われてて、寿命が約100億年だろうと、うん、非常に長いです、長いね、で太陽のお隣に一番近いところにある太陽と同じような星っていうのがあるんだよ、うんうん、これがね、ケンタウルス座という星座の方にある、うん、まあそうですね、ケンタウルス座アルファとか言ってます、プロキシマとか言ってる、うん、これは30連星で3つの星が連なってる星なんだよね、でこれが一番近いの、ただ光で 4.3 光年ですよ、光を使った速さで 4.3 年っていうのはものすごく遠くて、うん、やっばいぐらいですね、うん、でその中でね、今地球の、あの地球から打ち上げたロケットっていうか探査機でボイジャーっていうのは一番遠くまで行ってて、冥王星の外側に出た、うん、うん、で地球を含めたこの太陽系の一番遠いとこってどこかなってことを考えた時に、うん、火星も遠いけど木星の方がもっと遠いわ、そうだね、土星なんかとてつもなく遠くて、天王星、海王星、それこそ冥王星なんていうのは寒いの、寒いとこじゃないぐらいだもんね、すごく遠いで、冥王星の近辺にはカイパーエッジベルトっていうね、冥王星と同じような星がものすごく2万個ぐらいあるような、そんなやっぱ土星の輪みたいになって太陽の輪になってるの、あら、でもっと手前には木星と火星の間にはうん、まあ、いわゆる簡単に言うとやっぱり小惑星帯がやっぱり同じあるのね、うんうん、そこにケレス、セレスとかいっぱい あって、うん、そこに小惑星だとかいっぱいあるってことも分かってるの、うん、これも一種のベルト帯なんだな、うん、ところがね、そのもっと外に行くとオルトーンって言って、ね、約1光年光で1年かかる、うん、これぐらいが太陽系の一番端と言われてるんだけど、そこにほうき星、水星、さっき出たけどアリソン水星なんかのあれ、たまり場があるんだよね。たまり場そう。あそこからどん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 と太陽に向けて、水星がやってくると。うん、でね、このね、実を言うとね、この、ショルツ水星っていうのかな、うん、ショルツですね。この水星、ショルツ星っていう星、うん。これはね、太陽よりもちっちゃいんだけど、自分で燃えてる赤色矮星っていうね、赤いね、燃えてる星なの。うん、もうほとんどね、なんだろうな、星の最後の方で、真っ赤に燃えてるって感じかな。温度は低いんだけど。そう。で、赤いのってどっちかって暗いんだよ。うん、ああ白とか青い方が明るいと思ってくる。がまだ若いの、うん、それがね、実はすごく早く動いてて、うん、実はね、今から7万年前に、うん、なんと太陽系のオルトーンのところまで接近したと。0.8 光年かな ?0.8 光年、8兆キロメートルのところを通過したことが分かったっていうの。これはすごいですよ。だから太陽のニアミスで、太陽にぶつかるかぐらいに近づいた星があったってこと、7万年前に、うん、ただ小さいからね、小さいったって木星より全然でっかいんだよ、うん、そうか、だから、うん、そういうのがね、恐竜の時代7万年だから恐竜よりもっともっとわけだよ、恐竜6500万年前だからね、7万年って言ったらどのぐらいっていうかな、マンモスとかさ、ああいうのがさ、いくらでも謳歌してて、人間もいたよ、人類も、そんな時代です。あ、じゃあ結構、うん、クロマニオン人だとかそういうのがいたからね、ネアンデルタール人とか、なんだ、人が出てきた時代、出てきた時代だね、もう文明らしきものもちょぼちょぼ出始めた頃じゃないの、そういうのがあったと。その当時すら暗くて見れなかったらしいんだけど、ただ太陽系の中に同じようなそういう恒星系がいたってこと自体がこれ大騒ぎの話だ、うん、じゃあね、
今の太陽系ってどうなんだろうって、ここからはここの話をね外れてちょっとお話ししたいんだけどね、うん、今太陽ってそのまあ簡単に言うと家族の中でお父さんが一人頑張ってるのはでっかい星だ、うんうん、でも大体この宇宙にある星ってのは一人で回ってるもんって案外少なくて、うん、2つの星が回ってたりするのが多いんだよね、うん、でいろいろ研究していくと太陽に近いところに小さい惑星がある。水星一番ちっちゃい、そして金星、ね、ちょっと大きくて地球でしょ、うん、なぜか火星だけちょっと小さいんだけど、その後あのなんだろうね、うん、エッジなんとかベルトがあって、うん、アストロイドベルトっていうのがあってね、うん、その外に木星があって、で土星とだんだん大きくなって、またそこから小さく土星、天王星、海王星、冥王星、どんどんちっちゃくなってくんだよ今度、うん、でなんで真ん中がでっかいのってことをよくみんなが言うんだよ。そうだね、普通はどこの星のね体型を見てても太陽に近い方がでっかいの、うん、ということはなぜかというと太陽の反対側にもう一つ太陽と同じような星があるっていうのが最近のね定説なんだな、そうか、そうだから太陽のまあなんだろうな、影武者、奥さんわかんないけど、うん、そうみたいな星があるはずなんだよ、うん、ただあまりにも暗くてその通り過ぎてったねショルツ彗星じゃないけど、うん、あまりにも暗くて発見されてないの、あと遠いからあんまり動かないから、そうかだろうなってことが分かってて、今宇宙に上げているねどん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 すごい望遠鏡があるわけ、うん、ね、例えばスペースオブラなんて何だろうな、スペースじゃなくてソーラーじゃなくて、結局なんだろう、ストラトスピアじゃないけど、もっともっと上の方に上げてるそういう天体観測システム、うん、オブザバトリーね、うん、だから要するに天文台が宇宙に上がってる、それなんかで見ていくと発見できるだろう、うん、だから実は地球から水金地下木土星海ってあって、冥王星は今違っちゃったけど、その海王星の向こう側にも惑星がいっぱい発見される可能性が出てきてるんですよ今、うん、だからねどんどんいろんなことが分かってきちゃって、うん、宇宙の歴史とかそういうのも変わってきちゃったんだな、うん、で今言った一番最初の冒頭に出てきましたほうき星が1個ありましたね、うんうん、ラブジョイ彗星、うん、この彗星はやっぱりどん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 と遠ざかっていくんだけど、どこに遠ざかっていくかっていうと、そのオルト雲の方にどん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 遠ざかって、うん、やっぱり1光年の旅を経ていくのかなと、うん、軌道によってね戻ってくるものあれば行ったっきりのものもいろいろあって、宇宙ってのは広いからもうそれもそんな何億とか何十億じゃないような時間帯の中でねいっぱいあることですよ、うん、気が遠くなってくるね、そう気が遠くなってくる、だから例えば地球の人たちがねどんなに開発だとか宇宙がすごくなったって所詮行けても今月まででしょ、うん、ね、で月ってさどのぐらいかっていうと、例えば1万光年っていうこれでも近いと言われているオルト雲、うん、0.8 光年の、まあ、要するに 8兆キロメートルとか9兆キロメートルのそのなんだっけ新しいショルツ彗星が通ったとこ、うん、これはすごい近いって言ってるけど、光で1万年かかるんだよ、そう月までどのぐらいかしてる光で、だいたい月まで、うん、3日、 1.3 秒、あそんなに3日だと、もうアポロ宇宙船行っちゃうから、 1.3 秒で行っちゃうんだよ、ちゃうそんなに近いんだよ、だからそんなに近いところようやく行ったのが地球の人たちで、火星はもっと遠いよ、全然遠いよね、何秒ぐらい、2分何十秒か分かんないけどかかるんだけど、もっとかかるのかな、うん、とにかく火星まではもっと遠いです、そっか、うん、近いんだ月ってね、そうだから月まで3日で行けるんだけど、火星までは最低どんな頑張っても半年かかるんだって、そっか、うん、ということを考えたら宇宙って広いですね、ね、うん、はい、で最近もねまた出てきたのはヤフーで検索して、うん、宇宙を検索すると宇宙旅行の料金がいくらってところにも出てるらしいんだよ、で来年ぐらいからは一般公募で2500万円で宇宙旅行に行けるっていう話になってて、そんな値段安いか高いか分かんないけど安いよね、い多分でもさもっと高いと思って奥とか、今まで奥だったんだよ、すると思うよね、うん、それが民間 その、うん、宇宙旅行会社がついにね、うん、JTB かなんか通して車買う、いい車、そうなんですよ、だからタレントたちは行ってたくさんね、その時の模様かなんかでテレビで番組も元と撮れるでしょとかさ、バケの分かんないこと言ってるんだけど、でもね、どのぐらい行けるかっていうと、例えば、往復2時間で、宇宙滞在が4分、長いか短いか分かんないけど、それぐらいじゃないとしんどいだろうね、無重力の宇宙時間が4分ってことなんだろうね、で、保険があるんだって、やっぱり宇宙旅行保険っていうのが最近始まってるらしくて、保険に入る料金が1000万から2000万だって、たっけーなー、ね、うん、本当の2時間のために高い、ね、うん、まあでもね、おそらく NASA に行って、 NASA が分かんないよ、うん、多分 NASA なのかな、うん、そこでいろいろトレーニング受けたり解説受けて1週間ぐらいのツアーで、やっぱりそんなしないと違う場所から、うん、セレモニーを受けて、ね、うん、そして宇宙船に乗って、秒読みしてスタート、
で1時間で行って、うん、そしてその後4分間浮かんで、浮かんであと1時間で体験と。本当体験コーナーみたいな。まあでもそれでも行けるだけすごい ね。これがでも今年とか来年の話だから、これがあと10年経ったらどうなってるってことでしょ。まあもっとコストは全然安くなってるだろうし、うん、向こうの宇宙のそういうところにホテルみたいなものが上がってるとかね、環境が良くなってですもんね、うん、ドッキングして帰ってくるとか十分考えられるから、うん、宇宙開発はやめられないとか。過ぎちゃいました、2分12秒です、それではさようなら、どうもありがとう。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。